は浜松城。動画の中で俺の仲間がたくさん登場するから探してくれよ。全部でいくつか数えられるかな。動画の最後に答え合わせするぜ。今日は3月20日、春休みの、平日、月曜日なんですけど、こうちょっと人見て。多い。多いよね、今日本当に多くて。で、料金的には今日はオフピーク時、そう、安い方の日なんだけど、レゴレナさんたち、スタッフさんも言ってたんですけど、今日はやっぱ混んでるって。というわけで、混雑日のレゴランド、どれだけ楽しめるか検証します。この動画は大混雑のレゴランド初体験レポートです。豆知識満載でお送りするので最後まで見てね。みなさんこんにちは、ゆうりんとあーちゃんです。今日はレゴランドに来ています。イエーイ。今9時40分でオープンした。レゴランド初体験。入ってすぐはファクトリーエリア。キャラクターグリーティングをやっていますね。さて、最初にユーリーあーちゃんが向かった先は、レゴファクトリーツアーです。作ってるのかな。ここではレゴブロックの歴史や出来上がるまでの工程を知ることができます。出てくるかな。出来たてのブロックがもらえるとあったので、本当に作ってるのかも。これ1人1個レゴブロックをもらえるんだね。はい、ありがとね。じゃあね。これあれだね、自分が好きなブロックをカップに詰めて1個3000円ってやつだね。これ名前をさつけたりできるオリジナルのキーチェーンが作れる。お次はアドベンチャーエリア。あれ何、ペンギン。うわー、すごかったね。ちょっとまだずぶ濡れにはなりたくないわ。巨大なタコに捕まってるじゃん、この人たち。じゃあサブマリンアドベンチャーに行きます。この潜水艇に乗って水族館みたいな中に入れるんだよ。45分待ちだ。今日は待つわ。やっぱレゴランドあるある、ディズニーや USJ なら大した待ち時間じゃないのにやたら長く感じてしまう。アトラクションの待ち列にいちいちレゴで遊べるところがあるんですよ。ほら、この潜水艦に乗るよ。あ、同じだ、かわいい。さっき UFO キャッチャーでゲットしたよ。よし、なりかめ。すごい。ほら、通るよ、ちゃん、サメが。こっち来たぞ。こっち来たぞ。来たぞ。これいいね、めっちゃ。これは絶対みんな来た方がいいよ。思ったよりこれ結構。そうだね。ブリックトピアエリア。ミニフィグマーケット。好きなパーツを選んでオリジナルのミニフィグを作れるお店です。3体セットで1600円でした。うさんくさいナレーションで送る
ユーリン春のミニフィグコレクション。幸せの青い鳥を連れたこの男性、胸に輝く金メダル、しかしその左手は義手。一体どういう経緯で金メダリストとなったのか、彼の過去が気になりますね。こちらの男性は本をたくさん読んで痩せたけれど、現在は小太りなんだそうです。で、わかった？うん。お腹が空いたのでファクトリーエリアに戻りました。デュプロバレー、あー、ここはなんかちっちゃい子が遊びるところだね。お目当てのお店に向かいます。はい、チキンダイナーでお昼ご飯にしましょう。2階にお席を探しに行こう。あったねー。あ、窓際が空いてんじゃん。すごい、めっちゃいいお席だ。見て見て、ランチがさ、こんな可愛いものに入ってるよ。いただきます。はい。あーちゃん、チュロス、熱い？熱い。中にさ、なんか入ってる？入ってる。キャラメル。あ、キャラメルか。キャラメル入ってる。キャラメルソースだ。うん。ふわふわだ。おいしい。おいしいね。あーちゃんは、なんと次の日もこれを食べました。うん、おー。手についた。めちゃくちゃ可愛いね。赤いレゴブロックで。可愛いけど。ママもいただきます。こう見えてパンはちゃんと硬さのあるパンで、チキンのお店だけあってチキンがとってもジューシーで美味しかったです。どのメニューにもドリンクバーがつきます。うまファクトリーサンドイッチカンパニーにやってきました。で、ここでこれスラッシュボトル、これを作りたいと思います。ベニアシールって言って7種類あるからいっぱい集めてね。エリアごとにあるんですか？レゴの中持ってます。めっちゃ可愛いね、ここのデザート。見て見て、これ生首ショートケーキになります。上に乗ってるの何ですか？ゼリー。こちらまで、そうですね、ゼリーになります。顔が全部違うんですよ。なのでどの顔が来るかはお楽しみになりますね。美味しそう、食べたいまま。お腹いっぱいだけど。もらったブロック入れれるんだよ。ファクトリーツアーやショップでもらったブロックをボトルにセットできるようになっていました。ここでレゴランド豆知識。限定のレゴブロックはファクトリーツアーだけでなく、ショップでも一定の金額以上でもらえました。どこでという情報は特に出てないみたいですが、我々はこのサンドイッチカンパニーとレゴポテトのオアシススナック、海賊のアップルフライでいただきました。どの順番で入れるかで綺麗さが変わるんじゃない？ピンクレモネードだって美味しそう。山ぶどう、メロン、ファンタオレンジ、コカ・コーラ、ピンク、紫、かわいいね。緑、楽しいね、これ、はい、完成しました。よかったね、あーちゃん。このゲストサービスで、今日のワンデーパスポートをなんと年間パスポートに変えることができます。ここでレゴランド豆知識。なんと入場後ワンデーパスから年パスに変更できる。詳しくはこちらの動画を見てね。はい、こちらアドベンチャーエリア、探検家がいます。おー、じゃ
もめちゃくちゃふざけたスフィンクスおるね。リートルバウンス、気になる待ち時間は、15分お。これやっぱちっちゃい子にはめっちゃいいよねこれ。ちっちゃい子向けのタワーオブテラーだよ。はい、おかえり。楽しかったね。ここレゴポテトあるとこじゃん。オアシススナック。ビートルバウンスのすぐ隣です。うん、レゴポテト食べたいけどめっちゃ並んでるからとりあえずちょっと今は断念します。レゴシティエリアだ。本当だね、50分待ちだ。今日は本当に全然だよ。自分で運転できる。これ乗りたいね。今日はこんなに混んでるのにさ、閉園が早いからね、4時で終わっちゃうんで本当に時間ないです。チュー。見て。だってこの人もチューの顔してるもんね。ドライビングスクール、ここで運転のライセンスを取りましょう。はい、こっちが6歳から13歳向けです。そうだからあーちゃんは大丈夫。いや、もっとちっちゃい子用があるんだよここは。そうなのそうなの、だから6歳よりちっちゃい子でもやれるんだよ。すごいよね、さすがレゴランドだね。カメラできたね。なんだパパ何作ってんのかな。つながり量産眉毛、困った眉毛。実際に運転する前に教習を受けますよ。あーちゃん上手上手。できたね、免許証。さっき撮影した写真入りのライセンスカードは確か1800円でした。いちいち高い。どうだった運転？楽しかった。上手だったね。ぐるーって回って、うん、こっち行こうって思ったところで止まった。こちらはレスキューアカデミー。これもやりたかったけど時間がなかったので断念。年パス買ったのでまたやりたいと思います。お、怠けてるのがいるじゃん。いびきが聞こえるね。ナイトキングダムエリアね。じゃあお城に行きましょう。なんかかっこいいねここのエリアね。えここはナイトテーブルレストランか。こちらはお城の中でゆったりとセットメニューをいただけるレストラン。ビールや低アレルゲンメニューもあるようです。こちらはお城のファンタジーグッズ、オーリーグッズを扱うお店。オーリーってなんやねんと思って調べたところ、レゴランドのマスコットキャラだそうです。ドラゴン、これ乗りたいね。45分待ち。全然大丈夫です。全然大丈夫です。あーちゃん大丈夫だよ。頑張ろうね。回転もなくそんなに怖くないのであーちゃんでも楽しめました。はい、頑張りました。どうだったより普通だった。全然大丈夫。出口はキングマーケットとつながっていました。それではパイレーツショアエリアに入りたいと思います。
ここにはね、あの有名なアップルフライのお店もあるし、そこにチュロスも売ってるので、ぜひ食べたいと思います。こちらは海賊のアップルフライのお店です。はい、ありがとうございます。ブロックももらえましたよじゃあアップルフライアイス付きいただきます。酸味があって甘いけど、でシナモンの味もする。美味しいってこと？うん、うまいよ。なんか思ってたより美味しい。はい、あーちゃん乾杯。乾杯。あー美味しい、美味しい。うん、なんかもちもちしてるね。シナモンのシンプルなチュロス。めっちゃ美味しい。待ち時間は30分です。今もう4時です。もう出る時間なんだけど、みんな園から出てく感じが全然しないよね。詰まってる食べ物やな。ほんとだ。お昼ご飯食べたチキンダイナークローズしてるよ。長居はさせないぞって感じだね。ショップの営業時間は公式サイトかアプリで確認できます。アプリを入れておくと、アトラクションの待ち時間や現在地からトイレの場所も確認できるので便利です。アプリにオンラインチケットを登録しておくこともできます。注意点ですが、アプリ公式サイトのメニューに載っているのに現在取り扱ってない商品がいくつかありました。ちゃんと更新して。なんだのよ。レゴランドの注意点ですが、平日はやっていないショップやレストランがあるそうです。お目当てのグッズやフードがある人は土日祝日に行った方がいいかも。前もって情報は出ていないため、その日にならないとわからないそうです。やっぱ欲しいものがあったらどんどんやんないとダメだね。本当に乗り物いくつ乗れたかな。ちょっと数えてみますね。1、2、3、4くらいじゃない？うん、そうだね、4か5だよね。本当にね、全然時間がなかったです。明日本当はレゴランドじゃなくって南千田ビーチランドのつもりだったけど、年パス買ってここに来ることにしたんで、それでなんとかなるかな。明日はもっと混んでるでしょう、祝日なんで。やばいね。やばいよね、あっちゃん。やばいやばい。さあ、もうとりあえず出ます。シーライフに行きましょうか。多分これからみんななだれ込むはずなので、ちょっとでも早く行きます。ゲートから出ると目の前にシーライフがある感じです。おー、結構人がついてるぞ。今日の動画はいかがでしたか？皆さんがレゴランドに遊びに行く際に少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。この日は混雑していてできなかったこと、次の日にこんなこともこんなこともしていますので、ぜひ次の動画も見てくださいね。それではまた。